はい、皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりました中谷武と申します。今日私がですね、皆さんに、ご説明させていただきたいのは、ここにありますように、職場の改革は教育のための DOC からということで、若干今回のですね、DOCFE の事例というよりはですね、どうやって職場の中で、DOCFE を使っていくと、職場が改革できるかというようなところをですね、中心にご説明させていただきたいと思います。少し小さく書いてありますけれども、ここにありますように、我々のですね、社内でつけているチーム名がですね、正しく考えて行動するチーム、先ほどですね、若林先生の方でですね、ご説明あったようなところはですね、まさにチームでどうやって実現していくかということをお伝えしています。まず今回のですね、このシンポジウムでの発表のチャンスを与えていただきまして、本当にありがとうございます。で、まず一番最初に私がですね、個人的に感謝しなくてはいけないのは、もちろんキャッチーです。2年続けてですね、GOCFE の、セミナーに出させていただきまして、まあ、そういう意味では延べ、8日間かけてですね、今節丁寧に教えていただきました。そしてですね、その時に一緒に出ていただいた、まあ、セミナーで教わった、ファシリテーターの皆様、いろいろ教えていただきました。で、今回私は会社ということでですね、まあ、岸田さんをはじめゴールドアップコンサルティングの方々にも、普段からお世話になっております。なかなか普段、感謝できませんけども、この場を借りてお願いいたします。社内での DOC 活動ということなんですけれども、これまあ、リアルな日にちになっています。4月10日にですね、岸田さんとゴールドコンサルティングのチームの方々に来ていただきまして、社内でですね、全体最適のマネージメントということで、どうやったらですね、業務改革が進んでいって、短期間で目覚ましい効果を出せるかというようなワークショップを1日かけてやりました。ここでですね、何を変えるか、何に変えるか、これはかなりクリアになりました。ただですね、どうやって変えるかというのが、やはり非常にメンバーとしては悩んでいたところです。で、この時にですね、アンケートを取ったメンバーの中から、もう少し DOC を深く知りたい、思考プロセスがもっと分かるようになりたいというメンバーをですね、抽出しまして、ここにありますように、考えを行いながらための DOC 国際資格認定プログラムセミナー、行きましたけども、こちらの方にですね、みんなで参加をしました。私を入れてですね、4名のメンバーです。これが非常に大きな成果を上げていると思います。やはりですね、社内でやるときに、1人だけがファシリテーターでもなかなか、社内の、講習をやることは難しいです。やはり社内でやるときも、社内に仲間作りというのが一番必要です。ですので、まあ、ここで一緒に出たですね、メンバーというのは非常に大きな力になっています。で、その後ですね、この後もう少し説明しますけれども、じゃあどんなセミナーをやったのと、まあ、簡単に言うと、まあ、ほぼ同じ内容ですね、TOCFE と、ほぼ同じ内容を、本当にフォローするようにやりました。ただ、岡林先生に先ほどありましたように、まあ、社内ですので、完全に子ども向けだけにしてしまうとメッセージ伝わらないというところはありますので、そこは、社内用に一部書いてあります。で、その後ですね、我々ここにありますように、特に DOC の中に出てきます CCPM のプロジェクト、こちらをですね、3つほど、この11月からやっていますけれども、まあ、全てのプロジェクトでですね、短期間に、成果を出すことができてですね、今ビジネスの方につながっております。で、記者さんに来ていただいてやった時のワークショップ、まあ、これは3クラウド4で出した、フォアクラウドになります、はい、で、ここにあるのはですね、私はこれ全部公開したいと思いますけども、これはまあ社内の話ですけれども、実際はどこの会社でも当てはまるのではないかなというものになっています。共通の目標は、顧客の要望に柔軟に応え、課題をタイムリーに解決することで利益を出し続けると、このためで作ったクラウドになります。で、このクラウドからですね、CRT ということで、現状問題がどうなっているかということを、1日かけてやりました。で、これを、FRT ということでですね、じ
ゃあどういうふうに変えていくんだと、まあ、何を何にというところまで明確になります。でここにですね、非常に大きなことが出ているんですけども、社内の人が説得、社内の方が説得力があるとか、全体最適のマネジメントができる人材ができるというところがですね、非常に大きな課題になっておりました。ですので、ここをですね、解決するために、正しく考えて行動するためのトレーニングワークショップという名をですね、社内でつけて、TOCFE の、講座を持つことにしました。で実際ですね、私 の, あのビジネスに関係している人が、社内で85名、社外で約20名ぐらいですね、お呼びして、やりました。ただこの人数になりますと、まあ、このぐらいの大きな部屋があるといいんですけども、ちょっと難しいので、社内の部屋を使いまして約30名ずつぐらい分けてやりました。で先ほど言いましたあの、3人のファシリテーターと私と4人ということで、代わる代わるですね、プレゼンテーターとファシリテーターを、やることによって、まあ、自分たちも勉強していくというようなやり方をしました。で実際これがですね、その時にやったプログラムの内容です。ここにあるのがですね、右上にいるのが、まあ、我々のメンバーです。であのこちらもですね、ゴーダットコンサルティングの方にですね、ご講義のあのザ・クリスタル・ボールの出版記念の、セミナーの、DVD をお返ししまして、まずそちらをですね、まず博士のメッセージということで、まず博士にご登壇いただいてですね、その後進めさせていただきました。それであの、資料の方なんですけれども、まあ、そのままコピーライトがあるから使えないというわけではなくて、なるべく答えを全部除いてですね、資料を作りました。で、内容はですね、ほとんど TOCFE のプログラムをフォローする形で進めています。でこちらがですね、毎回皆さんで作った、ブランチですとか、クラウドのところです。まあ、ここはあの、TOCFE のセミナーに出られた方は覚えていると思いますけれども、学生交付の、ブランチの作成とかですね、それから、フロリダ州の法律家とネイティブアメリカンのクラウドということで、まあ、少し記憶が蘇ってきた方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、こちら効果を出すために一番良かったのはですね、まず私 の, あのビジネスに関連する、まあ、全ての方、営業ですとか設計、品質、生産関連の人が全員集まってですね、この TOCFE をやるということで、あの先ほどあの、まあ、若林先生の方にありましたけれども、相手もですね TOCFE が分かるっていう状況をなるべく作りました。でお互いにですね、何が対立しているかということを、まあ、対立もですね、ご存知のように、手段が対立しているわけですので、その辺が分かってくるということが非常に重要なところでした。でこちらがですね、みんなで作った、アンビシャスターゲットリーで、インドへ行く西回りの航路ということで、まあ、こちらも、覚えておられると思いますけれども、我々で作ったのがこういうような内容。でまあ、ワークショップの後ですね、やはり、また TOCFE と同じように、アンケートを取りながら、まあ、振り返りをしていくというようなことをやっております。でこちらがですね、あの終わった後の、まあ、パーティー、打ち上げですけれども、非常にですね、まああの、チーム全体として調和が出てきたということと、まあ、それから、次のですね、先ほど言いました CGPM とか、プロジェクトそのものに効果を出せるような形になっています。で今日は具体的な事例としては、ご説明しませんけれども、皆さんでプロジェクトの目標を確認して全員で工程表を書く、問題になる工程に関しては、クラウドを使って短くしていくということで、このプロジェクトに関しては、工期がなんとですね、3分の1でできるようになりまして、これによってお客さんで獲得したという事例がですね、2つほどできております。で、まあ、こちらは CCPM の管理表ですけれども、まあ、バッファーをですね、使いながらもみんなで共有していくというようなことが、できたという事例になります。私の、発表はこれで終わりにさせていただきます。